トモティブのハッピーストライク第3回始まります。イエーイ、処理拍手。あ、そんなことない。さあ、第3回になります。トモティブのハッピーストライク、今回も30分間お付き合いいただければと思います。神まみた、ゴールデンウィークの間とかですね、祝日でちょっと空いてしまったんですけれども、今回第3回ということで、ゴールデンウィークは皆さんどのようにお過ごしでしたでしょうか。私はですね、まあ休みなんで、まあいつも通りこう寝坊してでダラダラ過ごしてだったんですけど、まあ今年はでもなんだかんだで出かけてですね、まああちこちちょっと出かけたりとか、ツーリング行ったりとか、そういうこと、あとセッションイベント行ったりとか、ちょっと音楽人らしいことをですねしてみたりとかしてたんですよ。で、前回告知させていただいたハートストリングスロックセッションなんですけど、アーカイブに動画が、こんにちは、いらっしゃいませ、こんにちは、こんにちは、今からちょっと農業の勉強に行ってきます。いってらっしゃいませ。びっくりした。びっくりした。めっちゃびっくりした。誰かと思った。あー、どうぞ、普通に入っていただいて、普通に入っていただいて、どうぞ。突然の来客にびっくり、びっくりした。めっちゃびっくりした。今ね、あの首だけ出てびっくりして、すっごいびっくりした。知らないでしょ。農業の勉強に行ってくるらしいですけど、私も何喋ってたっけ。あ、そうそうそう、あのですね、そう、セッションイベントのね動画がですね、5月4日名古屋246とかで探すとですね、ライブ動画上がってますんでね、ぜひ興味ある方検索してみてください。あとはちょっと、まあ、何も全部飛んじゃったよ私今。ちょっと にわかで考えてきてたんですよこれ。でもちょっと考えとこうかなとかって喋ることをですね、ね、ポロンって考えてきたのに、今これ今の生首で感じて人のせいにするわけじゃないけど、完全に飛んだ。びっくりした、本当びっくりしたよ。あー、びっくりした、もうね。あー、まあ気を取り直してですね、30分間番組をお送りしたいと思います。まあ今日もですね、行き当たりばったり TV って感じで、何も特にね考えてないんですけど、今日はですね、力強いゲストをですねお招きしております。では石間さん、お願いします。呼んだ、呼びました。呼んだ、激しく呼びました。どっちあ、じゃあこっちにお座りですか。はい、はいはい、本日のゲスト、はい、石間プロデューサーです。はい、皆さんこんにちは。今日はね、30分喋り倒していただければと思いますけれども、はい、台本的なものは何にもないです。何もないですね。行き当たりばったり TV ですから、はい、ハッピーストライクなんて名ばかりですよ。なるほど。で、ゲストのオファーがいつだった。昨日の夜。昨日の夜飲んでたらメールが来まして。やっぱ飲んでたんじゃないですか。明日6時半暇とかって言われて。デートの誘いみたいでしょ。そうだよね。ウキウキしてきたらこのざまだよ。まんまと引っかかった的なね。ありがとうございます。 お茶いただきました。わーい、石松園さんのお茶です。石松園さんの新茶。そうです、新茶ですか。はい、あー、新茶美味しい。美味しい。染み渡るね。石松園さん、石松園さん、ありがとうございます。わー、ごちそうさまです。めっちゃ美味しいです。美味しいです。和むね、まろやか、口当たりがいい感じの、いい、ね、うん、お茶ですね、うん、はい、お茶好きです。いいなぁ。遠州森町の新茶。美味しいです。美味しいです。ありがとうございます。美味しいです。キリ、はい、で、昨日の話をすると朝7時にレンゲージ池公園 になんだ、アルパカのお二人がいたんです。アルパカのいた、朝7時からアルパカの、朝7時にいたんですよ。何やってたのかと、ね、何やってたのかって本当に何やってたんって、眠い目をこすって僕が言ったら二人がいたんですよ。アルパカとモコモコがいた。モコモコがいたアルパカとモコモコと、あの怪しい マネージャー的な人がナミちゃんですね。いるじゃないですか。ナミちゃんですね。ね、あの宇宙人みたいな人。宇宙人。そう、いたんレディーだよ。いたんですよ。で、実は僕は毎月第3日曜日に
朝7時からジョギングをしてるんですね。お、健康的ですね。藤枝大輔エフレンジャー、知ってます？エフレンジャー知ってます。知ってます。あ、知ってる。エフレンジャー知ってますよ。アルパカの2人は知らなかったけどね。やじ市民だからね。でもギョレンジャーも知らなかったよ。え、嘘、知らなかった。いやいやいや、ギョレンジャーは、ギョレンジャーは有名ですよ。スープレンジャーしか知らない。なんかの謎の海産物が頭についてる方々、そうそうそう、意外と有名だと思ってたの。まあ、何年か前に焼津のギョレンジャーっていうのが、まあ、できて、で悔しいから藤枝にも作っちゃいました。あ、石尾さんが作った、はい、それがエフレンジャーです。石尾さん作ったんですか。 その後ですね、焼津のギョレンジャーにテーマソングができたっていう話で、うん、踊ってたんですよ。で悔しいから作っちゃいました。なんで対抗してるんですか。いやいや、ちょっと悔しいじゃないですか。めっちゃ闘争心燃やしてるんですよ、藤枝市民としては。あ、で、毎月第3日曜日のレンゲージのジョギングっていうのはもう3年ぐらい続けてやっちゃいます。すごいですね。すごいでしょ。ジョギング、レンゲージ1周何周するんですか。2周。結構ありますよね。だから1周が 1.5 キロだから、2周で3キロ。3キロ、3キロだから私完全に死亡フラグなんですけど。いや、で毎回こうエフレットに誰かを指名してエフレッドになってもらう。フレッドになってもらう。なってもらう。レッドだけ毎回変わるんですよ。で来月のエフレッドが、エフレンジャーレッドが、うん、なんとアルパカモコモコの宇宙人。え、ナミちゃん？ナミちゃん。宇宙人って言うな。ナミちゃん。ナミちゃん。名前知らないんだ。名前知らないんだ。名刺もらった。名前忘れ。名刺もらったのに。もらったのに忘れちゃった。忘れちゃった。ごめんなさい。ごめんなさい。ナミちゃん、ナミちゃん。いや本当はね、カズさんにブルーがいつも指名するんですけど、ブルーがカズさんに来月お願いしますねって言ったの。そしたらうんって言っちゃって。じゃあカズさんは何でもかんでもうんっていう癖があるから、うん、リングなんだっけ、リング、リングアナ、あ、そう、リングアナの時もそうですけど、何でもかんでもうんっていう、わかんでとりあえずうんっていう癖があるみたいなんで、で昨日もそうだったんです。昨日もそうだった。またやっちゃったんですか。その後困った困ったとかって、お前やれお前やれって話になって困るの遅くないかって話ですよ。困るの遅いから。で来月の第3日曜日もまた朝7時に行かないといけない。あ、やっちまいましたね。やっちゃいましたね。今回のレッド見たでしょ、うん、パフォーマンス、うん、あれくらいのことはやっていただかないと。すごいんですか。すごいですよ。仕込みが、変身から、変身する、変身して体操をして、あと一発芸を最後に。あ、そしたらカズさん今度変身しなきゃいけない。だからそのナミちゃん、マミちゃんが、ナミちゃん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 変身するんですか。書いてこう、ナミちゃんね、ナミちゃん、書くんかい。名刺持ってるんでしょ。名刺持ってるじゃないですか。ナミちゃん、ナミちゃん、もうナミちゃん今日来ないね。ナミちゃん来ます、まだ不在ですけど。本当に、じゃあ車でやってよ、車でやってよ。ナミちゃん、本当にナミちゃんって書いてる。忘れちゃう。名刺エフレッドだ。エフレッド、でも レッドが変わるレンジャーものって斬新ですね。でしょ、全斬新。だからエフレンジャーっていうのは応援する、うん、頑張ってる人を応援するし戦隊なので、毎回頑張ってる、一番頑張ってる人をレッドになってもらって、あとの4人で応援する、フォローしてこう盛り上げてみたいな。そうです。ありますね、フレンジャー。来月はナミちゃん、ナミちゃん、うん、ナミちゃん楽しみにしておこうかな。じゃあちょっと、うん、だからきっとね、カズさんも来てツイキャスやってくれても、って言われてますけど、うん、昨日もやってた、ブツブツ。なんかね、一人でブツ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 喋ってんだよ。でかい人だと携帯に向かってブツ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 、今これが来ました、あ、なんでしょうかね。ブツブツブツって、おかしな人かな、不審者。完全に不審者。俺ちょっと名刺交換もせずにちょっと遠巻きで見てたんだけど、あ、ちょっとやばいかも、やばい、そう。言われてますよ。でもね、話してみたらいい人だった。あー、よかった、誤解が解けたね。そうまあね、こうやって携帯なんかね、バーつけてこうやってで喋ってて、めっちゃ変な人かもみたいなね。いや、変じゃない。遠巻きに見てたらそうだけど、実はナイスカメラマンなんでね。そう、うん、出身高校は藤枝だっていうことが分かって、あ、安心した、ね、安心した。そこ安心ポイントなんですね。安心ポイント。安心ポイントか。そうです。あ、はい、でもジョギングしてんですね、そうやって朝。はい、やってます。3キロか、はい、音もできない。来ればいいじゃん。とても音もできない。私50m12 秒台なんですよ、実は。それぐらい。ウサギ跳びだね、それ。
うさぎ跳び。だからそれぐらい運動ができないっていう、ね、あの大玉転がしで大玉に追いついた試しがないっていうぐらいの頭だけ先行っちゃった感じ。そうそうそう、で誰一人待ってくれないから、あの同じクラスの人とかね、残念な子だね、自覚してるんでいいんですけど、はい、まあそれくらいね運動無理なんでね、ジョギング音もできないんで、じゃあ応援しに行こうかな。なるほど、朝7時にか。そろそろ本題に行かないか、お前。台本通りに。台本ないから行き当たりばったり TV っていう、あのジングルが入ってもおかしくないぐらいのね。なるほど、そうそう。じゃあさ、トモティブと、なんで俺が引っ張ってるのかよく分かんないけどトモティブと僕とのさ、出会いっていうの、出会い、ロマンティックな出会い、最初だったのなんだっけ最初は私がミーコさんのサポートをやってたんですよね。あのビビスコっていうイベントをですね、うん、ははビビで、うん、毎月第1日曜日にやられてるんですよね、はい、スコアさん、スタジオスコアさんの方で、はい、そこで私がミーコさん、 KK のうちのサウンドサポーターの経験のつながりでミーコさんの私コーラスをやらせてもらった時に、うん、石間さんに初めて出会ったんですよ。サポートの時か。そうです、そうだね。だからあのミーコさんの背後にいた第3の資格が私なんですよ、はい、なんか怪しい服を着てあのゴス撮りっていうの。いやその時普通の格好してたって。いやいやそんなことないよ。え、嘘。あれが私服か。私はいつだって普通の服ですよ。いやいやで後ろの方でなんかピーチクパーチクやってる、ピーチクパーチクやってる怪しい人がいるなと思って、そんなバカな、まあ、声をかけずにいようと思っていやいやいや遠巻きに見てたんだよね。いやいやいや、そんな、それがなんだ2年ぐらい前。いやそんな前じゃない。え、そんな前じゃないですよ。1年ぐらい前。1年ぐらい前ですよ多分。まあ知り合って1年ぐらい。そうですよ、なんでこんな仲いいの。このノリのせいじゃないかなボケとツッコミが成立してるんですよきっと。あ、そんなことない。そんなことないと思う。そうか。すいませんね、ボケっぱなしでみたいな。ボケっぱなしでちょっとね、もうちょっと拾ってくれる？あのちょっと拾うの下手なんで、うん、レシーバーには向いてないんです、うん、本当。で、あ、そうだ。それの後にじゃあ一人でも歌いますよっていう話になったんでね。そうそうです、ね、そう。活動始めるちょうど前だったんですよ。うんうんうん、ライブ始めるか始めないか否かぐらいの、うん、この絶妙のタイミングで石間さんが声かけてくれたんですよ。なるほどね。そうそう。で、私キーボード弾きますよとか。言ってない。歌いますよって。キーボード弾くは言ってない。言ってた。言ってないよ。言ってたよ。じゃあ KK がキーボード弾くって言ってたんですよ。でも一応持ってきたじゃん自分のキーボード。そうそう、あのね、フリ。フリでしょ。フリ。でそれを知らずに僕ねテレビの取材を入れちゃったんですよ。知らずに。知らずにトモティブのところにの演奏のところに時間にテレビの取材を入れてしまって、でこうカメラで抜いてたんですけど、テレビカメラで。そしたらカメラマンさんが あの人弾いてないですよとあの人弾いてないですからちょっと使えませんよってあ、そうか、しまったと思って。いや、たまに弾いてるとこを使ってもらえると一番いいんだけどね。 あの放送はカットになりました。ああ、そうだったんですね。そうです、残念です。あ、まあしょうがないですね、弾いてないからねそうだよね。できればね、経験がちゃんといてくれればね、あのキーボードの絵が撮れたんですけどね。私一人だとね、残念ながらピアノ全然弾けない、けないんで。あれはね、ちょっと騙された。騙してないですよ、びっくりしたよ。いや、本当ですか、さすが一本取っちゃったみたいなね。そうそうそう。で、そんなんで知り合って、でもあれでしょ、共通の友達というかサユリストでしょ。そう、サユリストです。ですよね。サユリストの説明をして。サユリスト、サユリストだけじゃ分かんない。まあサユリストっていうのはですね、あの私が通ってるボーカル教室の先生がサユリ先生っていうんですよ。ここで勝手にお名前を出してしまってね、サユリ先生には後で盛大に謝っておくんで。多分今日見てますよ。嘘、今日昼間あったんですよ。で今日6時半からだよって言ったら、じゃあ私見るわとか。え、嘘、トモトモティブと連絡取れないからと。そう、今ねメール送れない障害が出ててですね、なんか携帯電話調子悪いんですよっていう言い訳なんですけど、うん、でそれで、ね、言い訳だね、さゆりさん、先生言い訳ですでさゆりさんが教えてくれてるんですね、はい、私にボーカルで、そこの生徒さん、さゆりスト。そうですね、さゆりスト。で、あのさゆり先生とも僕の仲良しで、じゃあ生徒にこういう子がいるよっていう話をね言って、あ、その子知ってる知ってる、キーボード弾けない子でしょみたいな嘘いや、オタクの子でしょみたいな。オタクの子です。そうね、オタクです。で話が盛り上がって、盛り上がったんだ。共通の、あの共通の人がね、人がいたという、そういうお話でございます。はい。でオタクの人って、まあね、焼津市に生える赤いキノコでも何でもね、あのキーボード弾けない子でも何でもいいですけど、共通のお友達が、うん、友達、共通の人がいるっていうのは、はい、まあ、話題の種になりますよとね。そうです、いうことでね、はい、盛り上がったんですか。盛り上がった。昨日あったんですね。今日昼間あった。今日昼間あった、うん、なんか7月に大きなイベントをやるそうで。あー、なんかポロって言ってましたね。言ってた、その司会が決まったようで。
本当ですか。ええ、へえ、ええ、まだ全然知らないんで。知らないんだ。またそれね、やるときはね、ぜひゲストに来ていただいて、ね、告知をしたいですよね。そうだよね。というわけで、さゆり先生見てるんだったらお願いしますね。いや、司会がトモティフだって言ってたよ。それ聞いてないけど。え、今言った。昼間決まったんだから。7月の何日だっけ。それをさ、あのさゆり先生から聞かないで、今ここで石間さんから聞くっていうね。のは7月14日。開けといてね。めっちゃ、あ、本当だ。分かりました、開けときます、はい、今開けた、うん、今開けた、うん、じゃあそれまでにちゃんとあの滑舌がいいように分かった、ね、発声の練習とあと諸々の悩みを解決して、しておくように諸々の悩みを、ね、というさゆり先生からの伝言を今伝えましたけど、はい、あの真摯に受け止めてですね、はい、あのやりますんでね、はい、もう慌ててるぞ、もう汗かくじゃん、汗、慌ててるぞ、カズさんみたいに汗かくじゃないかそんなわけでですね、ちょっとなんかこう次のコーナーはとかないの、なんか次のコーナーないんですよ。あ、じゃあフレスポの宣伝してください。は何フレスポフレスポ静岡の話、そう告知してください。じゃあ告知するの、ビビスコの告知でもいいですよ。あ、そう、さっき話出ましたけども、毎月第1日曜日、藤枝の駅の南口にあります、南側にあります、ビビ藤枝というショッピングセンターで、ビビスコというあの、まあ、インストラライブをアコースティックのライブを、やっております。毎月ですね、10組ぐらいのアーティストさんが、来てくれてですね、まあ、にやかくあのやっております。その時にまとめてとかね、出ていただいて、まあやっております。いやいや、あの、アットホームな感じのイベント で、ね、ですごい温かい、何でもありなんで、まあ、まあギター弾いて歌ったりとかピアノ弾いて歌ったりっていうのは、まあ、当然あるんですけども、あの変わったところだとあの、まあ、キッズダンスとか、あと覆面、あ、ミナクルマスク、ミナクルマスク覆面紙芝居か、紙芝居っていうのをやったりとかですね、すごい盛り上がりでしたね。あと大道芸とかね、いろんな何でもありの、イベントをやっておりますので、そちらぜひですね、第一日曜日ですね、毎月ビビ藤枝にお越しくださいということで、まあ、藤枝の駅周辺の活性化につなげているというところでございますけども、それがですね、なんとあの静岡の清水なのか、あそこは、清水区どっちですかね、鳥坂なんですけども、はい、フレスポ静岡バイパスのインターのすぐ近くですね。そうそう、長崎インターのすぐ近くですね。そこでですね、あの結局ビビ藤枝とあのフレスポ静岡っていうのは同じ系列なんですね。そうなんですね。同じ系列で藤枝でこんなことやってるよっていう話をですね、漏れ聞きまして、ね、静岡のフレスポ静岡の人がですね、じゃあうちでもやってくれと、とうとう静岡に進出をということで、6月9日ですね、11時から8組のアーティストをですねお招きして、いやいやいやると2階でやるという、そういうことでございます。ぜひ皆さんお運びください。トモティフの出るのか、一番手です。あ、一番手、11時からです。あのブログでも告知してますんでね、はい、あの詳しい出演アーティストさんはあのスコアさんのホームページ、はい、あのまあ、ビビスコとかで検索すると一発で出てくるんですけど、はい、スコアさんの、はい、音楽スタジオスコアで、そう、スコアさんのホームページか、はい、私のブログでもあの、はい、出演者さんのリストが載ったりとか告知してますんで、はい、ぜひあのご覧になっていただければと思います、はい、でその時のメイン MC っていうのを立てるんですよ。ほう、イベントのね、総合司会、それがね決まったんですよ。ほう、聞いてる、聞いてない、トモティフ、嘘だからなんで今それ、6月9日開けといて、開いてますから、じゃあ出るじゃん、あ、出る、出るから、だから最初にしたんだよ、最初に歌っといて、あと MC だからずっと、だから次のアーティストさんはとかっつってやってよなんで今聞くんですかいやいやいや、いいじゃないの、まあ、うん、いいよ、うん、いいよ、やるよ、いいだろ、いいよ、その代わりゴスロリで、ゴスロリだよ、マジゴスロリ限定限定、キーボードは持ってかない予定なんですけど、いいですかね。え、何するのお前普通に歌おうかなって、カラオケで、いやー、もう CD 音源、ああ、いいよいいよ、キーボードも持ってってもいいんだけど、どうせまた弾いてないって言われちゃうから、どうしようかなって、弾いてないって言われるからさ、どうしようかなって今考えた。じゃあ弾いたふりしてればいいじゃん、エアーで、ね、エアピアノ今流行りじゃない、ね、流行り、うん、ゴールデンバー系な、そう踊りで、そのから踊るんだよ、マジ、うん、マジ踊る、そうしよう、歌って踊るにしようよ、今度
歌って踊れる明るいオタクでキノコみたいな。そうそうそう、そう、それで行こうよ。どうせ楽器できないんだからさ。どうせって言ったら今。そっちで行こう。どうせって言ったら今。でもう練習しても無理だから。追いつかないよ絶対。ね、オタクはオタクで伸ばしてこよう。いいところ。オタクはね絶好調に伸びてるとこですね今。うん、そこを伸ばいいとこ伸ばしてこう。オタクっていいとこなんだ。それしかないだろ君。それしかないって言われた。なんということだ。本当に。まあね、オタクでキノコだからね、しょうがないけど。だから苦手のものも練習するよりも得意。長所を伸ばして、ね。長所を伸ばして。そうそうそう。うん、踊るの。踊る。踊るの。任しとけ任しとけ。ま、僕の言う通りにやっとけば。島プロデューサーの熱意を間違いない。熱意を受け止めて踊ればいいと。そうそうそう。間違いない。でもここまで言ったら私踊んなきゃいけなくなるじゃないですか。そうだよ。え、嘘。本当だよ。この流れだよ。先生紹介しようか。踊りの。うん。50m 走12秒台の運動神経で踊れる踊りが私にあるかっていう。そうか、そこか、そこからだな。あの社交ダンスってやるじゃないですか、あの学校で、うん、社交ダンスっていうか、うん、創作ダンス、はいはい、まあまあフォークダンス、フォークダンスやるじゃないですか、うんうんうん、大変だった本当に大変だった。どの辺が。もうなんかヒーヒー言っちゃってね。なんかもうマイムマイムとか、マイムマイム、なんかね踊りを、うん、作るってた自分家でこう振り付けを作って一曲踊るっていうのがあって、ほうほう、もうめっちゃ大変だった。もうぜいぜい言っちゃって、うん、あ、みんな普通に平然と踊ってる中私一人でこう、あーもう疲れたみたいな。なるほどね。そんなね高校時代を送ってたわけなんですけど。あ、高校はこの辺だっけ。いや、焼津水産高校です。名門、名門ですね。海的な意味では名門ですね。名門ですね。魚的な意味では。なんで、あの、まあ、遠洋漁業とか実習で行ったりとか。いや、私情報流通系なんで。難しいな。あの魚センターで1週間実習行ったりしてましたよ。あの職場体験的な感じ。そうそう、魚センターの中であの 売るのをやったりしてましたよ。うん、なんで海的な意味では。魚センターってイベントやないんですかね。やってるじゃないですか。やってますけど。やってるよ。呼んでもらえないかなみたいな。そりゃなかなか難しいよ。難しいね。大人の事情だよ。大人の事情か、頑張るわ。ではそこはあ、ダメだ、いや、やめた。大人の事情があるんだよ。だけど僕だって仕事したいよ。空気読みます。そうだよ。空気を読みますよ。なんか入れないんだよ。たまにね、あの、うん、魚センターにね買い物しに行くんですけど。それくらいじゃダメだよ。ちょっとね、あのいろいろブラブラしてますよ結構。まあ、はい、そんな感じだったんですよ。なんでダンスは結構ね、うん、大変です。そうか、困ったね。困ったんですよ。じゃあ何、楽器がダメ、踊りがダメ。なんでダメなとこばっか抽出するんですか今。じゃあ、いや、だから伸ばそうと思ってさ。伸ばそうと思って売ろうと思ってんじゃない、うん、どうすればいいの。どこ伸ばしたらいいかな。オタク、オタクオタクを伸ばす。そこしかない。もう一個はないかな。もう一個、二つあるといいんだけど。私ね特異ないんですよ実は。特技がないんですよ実は。なんかないの。なんかか、早口言葉。早口言葉、うん、髪も見たってなるよ。早口言葉って何がある。隣の客はよく聞く。噛んでる。なんで俺がやろ。俺が恥をかかなきゃなんだよ。やれ。自分で今振ったんじゃん。もう自分で言ってこれかいな。隣の客はよく柿食う客だ。なんか可愛い。可愛い可愛い。早くねみたいな。困った顔が可愛いだって。絶対これ隣の柿はって言っちゃうじゃないですかこんな。赤巻き紙のシリーズ。のシリーズ。のシリーズ。赤巻き紙、青巻き紙、黄巻き紙、紙まみた。無理。もう飲んでる。飲んでない。石間さんほど飲んでないですからいつも。飲んでないの。お茶だけです。お茶だけです。石間つゆのお茶だけです。お茶うまいですから、ね。いただきます。なんか変な汗かいた。そうだよね。変な汗かいた。早口言葉もしくは、はい、漫画？あ、漫画うまいだよ。漫画？イラストっていうの。路線いける？いけるけど、それちょっと売り、まあ、難しい。売るのは難しい。売るのは難しいね。そう。セールスポイントにはなりづらいんですよ。なりづらいね。なりづらいんですよ。うん、じゃあ、ちまちま書いてブログに上げるくらいの作業。フライヤー書いたり。古典とかやるでしょ、古典。古典か、うん。作品をちょっとずつ書きための。書きためて、ね、額に入れて、古典。
今度 CD 作るって言っちゃったんでちょっとずつ書いてはいるんですよ。おう、で CD の中に入れるの？そう、中に入れる用のこう曲の曲の絵を、自分家の曲の絵を書いてるんですけど、うん、え、曲って自分で作るの？曲は KK が作るけど曲は KK が作るけど、そのイメージに合うような絵をちょっとずつ描いていこうかなっていうのを KK と目論んでるわけですよ今。うーん、そうか。それいつ頃完成予定の？11月までには全部で揃うんじゃないかな。今5月だぜ、半年かかるの1枚描くのに私結構筆が遅いんで、あのこの前の一生案の時に持ってったポストカードのサイズだと2日。衣装の説明を。衣装案、そう、前回告知というかね、させていただいた衣装案ライブなんですけど、岡部の築170年のですね、はい、東海道53次の11番目のお宿でしたっけ。21番目失礼しました。残念欲しいな。あか欲しい。パーが露呈した、もう、うん、パーが露呈したとこでですね、うん、あのまあ、でお宿の、うん、21番目のお宿のね、うん、でライブをやらせていただいたんですよね。そこのあのまあプロデューサーも石間さんでしたね。はい、そうですね。まあ、でその時にたまたまあのアーティスト3組のブッキングだったんですけど、あのたまたま、まあ、それぞれこう絵心がある子たちだったので、あのまあ個展をライブと一緒に個展みたいなのをやろうかっていう話で書いてもらったんでね。そうですそうです。したら一番うまかったやっぱりね。本当ですか？うまかったうまかった。うん、お世辞じゃなくてみたいな。お世辞だよ。お世辞かー、もう誰見えだよ。期待した私がバカだったまあね、お世辞だけどこうやって言ってくれるいい方なんでね、あのまあそんな感じでですね、まあ、ココロちゃんとかのも可愛かったですよね。可愛かったけど俺どういうキャラでやったらいいの？わかんない、もう何でもいいんだって。あ、そう、はい、わかりました。なんかいつもの夢だとってヘペロって感じだったんで、ヘペロ写真が、あ、そうペロって感じの、そうそう、それこれね、この可愛らしい感じのね写真がね、いつもあったんで、こういうキャラかなって最初思ってた。うん、どう違った？真面目な方だった。当たり前だよ。嘘ですよ、ちゃんと信頼してますから。手が違うんだ。ちゃんと信頼してますから大丈夫です。俺についてこいよ。メジャーデビューも夢じゃないぞ。本当に。そんな大きいこと言っちゃっていいですか？じゃ夢。まあまあ、まあ、夢じゃないぞ。まあ一泊置いたところですね。はいはいはい。そう、まああの時のそのサイズだと2日。あの絵でね。ポストカードサイズで、ね。絵描いて、まあ、そのうちちょっとブログであげようかなって思ってそのままだったんですけど。で、だってであれじゃない、 CD のジャケットとかだったらもっとちっちゃいんじゃない？いや、原寸サイズで描かないんですよ。大きく描いて縮小するんですよ、載せるときは。なんで？あの、でないと他に使えないじゃないですか。ああ、そうか。なんでもともとあの、まあ、パソコンとかで加工するときにもね、大きい方がいいんで、うんうん、まあそうね、荒くなっちゃうからね。そうそう、荒くならないように、うん、で小さいので作るの無理じゃないですか。こんな小さいので私描けないんで、うんうんうん、まあ、A4 サイズ、最低でも A4 サイズ以上ぐらいで書いて、うん、取っとくんですよ。うん、っていうサイズ。そうすると何、例えば A4 だと何日ぐらいかかるの？私下書きした後に絶対ペンを入れるまでに1日空けるんですよ。なぜ？デッサンが狂わないようにするために。難しいこと言い始めちゃったな、この子は。いや、あのだって見てパッと見て、その時のノリと勢いでやったら失敗するじゃん。待って待って、デッサンが何？デッサン狂ったりしないようにこう一日冷却して、まあ、意味が分かんないですよ、ちょっと見てる人も意味が分かんないで、こうなんか冷却期間を一日置いて、うん、冷静に一枚の絵を次の日に見直すんですよ。 あのラブレターを書いてまた次の朝に読み直すって感じ？そう、あの深夜に書いた歌詞が恥ずかしいから次の日にもう一回見て書き直すみたいな。あ、そういう感じ？そうそうそう。あ、そうなんだ。そんな感じです。一日置いて寝かしたところで、うん、納得がいってたらペンを入れる。あ、なるほどね。ですよ。へえ。そうなんですよ。で、だから A4 で、で、あ、まず下書き、 A4 の下書きはじゃあ何日？下書きはですね、1日から2日。簡単なので1日。じゃあ2日としよう。2日とする。で一晩泊まって、寝かせて、泊まって、でダメだったら書き直すじゃないですか。あ、そうか。なんでそこでまた2日から3日かかってくるかもしれないし、もうすぐペン入れられるかもしれないけど。分かった。じゃあ寝かしてダメな時と OK な時の何勝何敗？2勝2敗くらい。それ1勝1敗じゃないですか。すいません、パーが露呈した。まあ、半分ぐらいの確率で、半々くらいかな。半々くらいで割とダメなのあるんですよ、うんうん、そう、割とダメなのあるんで、うん、
しくじった時は本当に悲しい。なるほどね。じゃあ、まあ、下書きで3、4日かかると。そうそう、そういうことだね。そうそうそう、うん、4日ぐらいかかると。そうなんですよ。で、まあ、1日置いて、で、なんていうの、次は何なの。ペンを入れます。私全部アナログ作業なんで、パソコンで作業しないんですよ、うんうんうん、なんで全部自分の手元で手作業をやるんですね、うん、なんでこのマーカーとかでペンを入れていく、うん、主線にペンを入れて主な線を全部完成させていくんですね、うんうん、でペン入れたらもう一日寝かす。ペン入れは何日？一日でやります。一日、一日でやる。5日経ったね。5日経ったよ。5日経った、はい、で納得がいったら色をつけていくんです。色つけ、はい、色つけは何日？2日。一週、じゃあ7日7日で完成。頑張れば1週間 A4 サイズで。で1週間でできんじゃん。あとは構成を練る間とかが欲しいわけで。構成を練るのは何ヶ月の？いや、パッて出るときと出ないときがあるんですよ、俺は。そういうこと。そう、あ、ね、イメージ固まってくると、うん、よしやるぞってなるんですけど、うん、やるぞってなるまでが長いときもある。あとはモチベーション次第で。私のモチベーションがね、そこが一番問題じゃないの。そうなんですよ。飽き性。そんなことないですよ。やり始めたらがっつりやりますよ。がっつりやるけど、そのやり始めるまで。おお。なんか来ましたよ。なんか飛んできたけどね。なんか可愛いメモ書きが来ましたけど。ナミちゃんは？ナミちゃん来ないですね。ナミちゃん来なかった。急にナミちゃんの話戻る。いやいや。だって待ってたんだ。あ、待ってたの。うん。もうだってお前どう思ってくると話してもさ。そういうこと言っちゃう？もう。ナミちゃん待ちだもん。ナミちゃん待ちかね。ナミ、はいはい、ちゃん来たらね、ナミちゃんとお話ししてもらえれば。はい。ナミちゃん可愛いですから。うん、じゃあナミちゃんのハッピーストライク、そろそろ。ナミちゃんのじゃないから。そう。もう。そろそろエンディングのコーナーで。そう、エンディングのコーナーっていうか、はい、まあちょっと話締めましょうよ。そうですね。微妙。微妙ですね。微妙だよ。ということで今日のゲストはトモティブさんでした。違う。違うの？違うの？まあ完全に石間さんに引っ張られて30分過ぎていくわけなんですけどね。はい、さあ第3回目の第3回目の、石間のハッピーストライク、そろそろお時間のようですので、締めたいと思いますが。あ、私より引っ張るのが大変上手な石間さんが30分引っ張っていただきました。ここから第4回第5回があるのかどうか。あるよ。心配です。あるよ。みんなにねこう不安がられながらもね、はい、ぬるい目で見守られて育っていく感じの番組なんでね。はい、これからも生温かいぬるま湯のような瞳で見つめつつ、はい、見守っていただければ幸いでございます。はい、じゃあ最後先生にお詫びをして終わろう。早めに連絡入れます。ちょっと待っててください。なんでこれ、なんでこの公開処刑みたいな。これは公開処刑って言うんですよ。じゃあ最後に仲直りということで。仲直り。握手。どうもありがとうございました。もともと仲悪くない。本当は仲いい、仲良し。本当は仲いいですから。本当は仲良しですから。そうそう。ということで次回のライブは6月9日フレスポ、ね、フレスポ静岡11時から出演です。出演でその後メイン MC を務めます。どうやらそのように決まったようですので皆さんご来場いただければ幸いです。はい、よろしくお願いいたします。ではイシマンのハッピーストライ ク以上でゲストはトモティブでした。違う。ありがとうございました。
抜くどこまでも踊りましょう軽やかに長き人生の入り口を